はい、入りますよ。ここが真ん中とか、実際の今日は一日、学生リーダーという身でやっています。まあ、ちょっと難しいところがありますが、ちょっとよろしくお願いします。東京オリンピック、それから大阪万博まで、まだまだ皆さん一緒に行けるように、どん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 若いエキスを抑えとって、いい一日にしていってください。今日は一日よろしくお願いします。今回若い学生さんたちとご一緒できるって伺いまして、楽しんでやってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。この機会にまた部屋で勉強して、少しでも知識の開発、上層の上層、そういうことに力を入れて精一杯生きていきたいと思います。よろしくお願いします。大きな拍手ありがとうございます。ご紹介いただきまして、ご丁寧にご紹介いただきました、伊藤雅樹と申します。それで、どういうことを教えているか、研究しているか、黒板に字を書くと先生らしいですとどうしてもお家のお仏壇に子供の時から習っているよというふうに思いかもしれませんが、これが仏教なんです。悪いことをしない、良いことをする、自分を清める、これちゃんと漢文で書きますと、
普段関わることがないし、特に一緒にお昼を食べるっていうのはなかなかないと思うんで、自分たちにとっては適量な量でも高齢者にとっては多いんだっていうようなこと、そういうなんかこう技術的なことも分かったし、本当にお昼の時に一番いろんな方とコミュニケーションが取れたのが印象に残っています。まあ、前回認知症サポーターも学ばせていただいて、今まで自分たちが学んできたことと現実が違うんだなっていうことはまずはっきりと分かって、それからまあこれから僕たちがどんどん社会の一員としていろんなことをこう考えていく中で、自分たちの価値観だけじゃなくって、まあ高齢者の方はこう思っているんだなっていう、高齢者の実際の価値観とかいろんな人の価値観っていうのを考えながら、いろいろこう社会を築いていかないといけないんだなと思います。恥ずかしいなぁ、若い人は今の学生生活を送るのええだぁっていう気がある。僕は若い人に期待してる。これからやっぱり若い人がどんどん乗ってくれないと困る。本当に良かったですよ。